どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ皆さんお知らせです。4月の G ラボウクレレたちの販売予約期間、突入のお知らせでございます。はい、明日です。4月の24日ですよ。お昼ちょうどより、スタートしまーす。販売と予約、在庫あるものは即発送、ないものは、予約注文いただいて、発送ということになるんですけれども、その在庫あるなしはちょっとね、当日あのホームページとか、でちょっとご確認できるようになってますので、ぜひチェックしてください。今一度、4月の24日お昼ちょうどより G ラボウクレレたちの販売と予約スタートでーす。さあもちろん G ボックス、このアンプね、あの今日も花水木あのガズメールであげましたけどね、これいい音しますよ。これもだし、いつもウクレレたちあるんですけどね、このね、G ソリッドもそうだし、で今回ですね、今皆さんあの知ってますよね、今 G ラボ祭りキャンペーンというかね、まあお祭り期間中なんですよ。とにかく春の G ラボ祭り、今そのね、あの期間の真っ最中でございまして、今月の4月のまで、すごいその素晴らしいあの企画があります。何の企画かというと、はい、今月は4月はですね、このガズモデルのウクレレと、はい、こっちの出た旅レレ、厚さ2センチのもう革新的なこのねウクレレ、この旅レレがなんとですね、この2機種に限り4月は 10% オフになってます。これは皆さん見逃せません。ちなみにこのこっちはね、もうガズがいつも使ってるね、もうものすごい最高峰 G ラボの中でも最高峰のね、ガズモデル、これはもちろん最高の木材とね、あのメイプルトップでもすごいですよ、この木目が。はい、もう選び抜かれたもう材質を使ったオールハンドメイド、オール単板でベトナムでも最高レベルで作られてるガズモデルと、こっちの旅レレは厚さ2センチでもうこれ LCC に入るんですからね、機内持ち込みできますよ。でも厚さ2センチだからもうどこでも旅に連れて行ける旅レレということで、これ先日のね、あの G ラボポップアップショップインお台場でもですね、もうみんなこれにもびっくりしちゃって、音がいいの、またこれがまた弾いたらびっくりですよ。まあもちろんね、こういうあのものと比べるとちょっとあれですけど、でも旅に連れて行くとか家でね、あのゆったり弾くにはもう最高ですから。はい、この旅レレとガズモデルが 10% オフ、これは見逃せません。ぜひ皆さんよろしくお願いします。あとはもういつもの通りブラックビューティーだとか、わがままウクレレ、薄レレ、もういろいろあのこの G ソリッド V モデルももちろんありますよ。アンプもあるし、すべてのラインナップ、ぜひチェックしていただければというふうに思います。で、あのどんな音するんだろう、それぞれの音がっていうのがみんな聞きたい方いるかと思うんで、概要欄にですね、ガズがですね、すべてのウクレレを心を込めて奏でている動画のね、再生リスト貼っておきます。これ見るとみんな、あ、このウクレレこんな音なんだなって分かると思うし、あとね、 G ラボのウクレレたちっていうのはいろいろ選べる設定になってるんですよ。フレットが何フレットまであるかとか、あとピックアップをつけるかつけないかとか、そういうね、いろいろ選べる設定になってます。その辺のことについての詳しい解説はこの時間から、ガズが過去に撮った解説動画貼っとくんで、それを見てください。はい、そしてですね、忘れちゃいけないセミオーダー、 G オーダーというね、セミオーダーウクレレ、これもね欠かせませんからね、めちゃくちゃいい、あの選べる世界で唯一のね、あのウクレレを注文できるということで、こっちの G オーダーももちろん明日から、皆さんからご予約というかご注文を受ける期間になっております。はい、もう盛りだくさんなんですけれどもですね、今さっきも言ったように G ラボ祭り、に紐づいているところで、この G ラボ祭りっていうのは5月25日に開催されるオンラインイベントなんですよ。で、オンラインイベントなんで参加は無料なんですけど、参加条件は G ラボウクレレを持っているユーザー様であることです。どのウクレレでももちろん対応で、ございますので、ぜひ参加してください。無料ですからね。で、そこでなんと総額100万円が当たるですね、豪華プレゼントタイムとか、もうセッションタイムとか、もうとにかくめくるめく時間が繰り広げられます。はい、この G ラボ祭りの細かいことについてはちょっとブログでね、詳しく説明したんでね、その概要欄にね、その、G ラボ祭りの詳しいこと書いておきますけど、まあまあとにかくもうすごい豪華商品100万円ですから、ぜひ皆さんこれ参加無料ですからね、もう絶対入ってくださいね。とにかく申し込みもしてほしい。その辺のこともね、そこに書いてあるんでよろしくお願いします。ということで、駆け足でしたけども、とにかく4月、2024年の4月、明日の正午から、販売予約スタートだぞというお知らせと、 G ラボ祭りのお知らせ合わせてお伝えさせていただきましたということでございます。さあ、さっきも言ったように、ピックアップつけるとか、フレットを選ぶとか、コンサートサイズとか、ソプラ
のサイズとか全然わかんないという方のためにどうやって選んだらいいかという動画これから貼り付けておきますので、この後ご覧になってください。それでは皆さん、 G ラブウクレレ最強最高のウクレレたちをどうぞよろしくお願いします。さよならバイバイ。よろしく。これかなり選べる設定になってるんですよ。それでまずはですね、今言ったようなヴィンテージシリーズとかガズモデルとかそういうものっていうのはガズレレ公式ホームページの下の方にですね、このバナーがあるんですけど、そのバナーを見てもらうと詳しいそれぞれのモデルの解説があるんで、もうこっちを見てもらった方が早いかなと思うんですよね。で、そのそれぞれのモデルの中で選べる設定っていうのがあるんで、今からですねちょっとそれを説明していきたいと思います。まず最初にこの初めてウクレレというウクレレについてはフレットとかそういうのは選べないんですよ。ピックアップもなしです、で唯一大きさだけ、これはソプラノサイズですけどコンサートサイズがありますね、それと販売の時にあのアマゾンとかでもこれまあ販売できるようになってるチューナー付きのセットみたいなのもアマゾンではあったりとかしますね。ちょっとこれだけは、別モデルになっております。でそれ以外の G ラボのわがままウクレレとか初めてウクレレとかいろいろあるんですけど、ちょっとざっくりですけどね、そのモデルによってそれぞれ違うこともあるんですけど、説明していきたいと思います。まずですねサイズの違いですね。はい、これは、薄レレ、同じ薄レレのモデルなんですけど大きさ違うでしょ。はい、コンサートサイズ、間違えた、ソプラノサイズ、コンサートサイズで、もう一個ちょっと大きめのテナーサイズっていうのがあります。ちょっと今ねガズの家にはないんですけど、こう3段階のセットで基調を選べるようになってて、全てのモデルではないんですけど一応ソプラノ、コンサート、テナーということであります。これをまず、認識していただいてもらって、あとボディの厚さっていうのがあります。まあ今見させてもらってるのはこれ薄レレといって相当薄いでしょ。ちなみにですねここに普通の厚さのウクレレもあります。これブラックビューティーの普通の厚さ、これサンプルだったんですけど見てください、こんだけ厚さが違うんですよ。これはレギュラーの厚さですね。この厚さもですね皆さんのこのモデル選ばれるモデルによっては、厚さが選べるものもあります。そしてですねこのピックアップというのを説明しましょう。ここにジャックといってこれ穴があって、ここにねコードを挿してアンプに繋げられるっていうモデルがあります。ちょっと値段高くなりますけど、いざという時にこのマイクっていうかこうケーブルに繋いでアンプであの PA 音響に、ま、たあの通せるよという機能をつけるかつけないか選べます。そしてですね皆さんが気になるのはフレットの数が選べるっていうものはあるんですね。まあほとんどこれフレットの選べるんですけど、見てください、普段よくガズが使ってるこれガズモデルですけど、これはですね10、11、12フレットのモデルなんですね。そうするとここに指板がこういう風にあって、ガズはここでよく弾いてるよって言ってるんですけど、これが12フレットなんです。そして、片やちょっとこれ限定モデルでこの販売はないんですけど10周年記念モデルなんですけど、これ見てください、フレットがここまであるんでしょ。フレットのこれ見てもらうとフレットがわかる、ギリギリまでフレットがあるのとね、ほら全然違うじゃないですか。こっちは12フレットまでだけど、これはねもっとあるんですよ。何フレットまであるかというと10、11、12、13、14、15、16フレットまであります。はい、これ何が違うかというと、まあ高音の方が弾けるわけですね。こういう風に、はい、ここを使いたいよという方、はい、これはソロウクレレとかなんかフレーズで上の方も使いたいなという人はフレットが打ってある方を選ぶといいと思います。まあガズはですね基本的にあんまり上の方の音を使わないというのと、ここのね木のここの指板の上でガズはこうストロークするのがすごくやりやすいんでね、あえてここにフレット打ってないと選んでるんですけど、これ選べるのが G ラボウクレレの特徴でございます。これいいですよね、プレイスタイルによって選べると。ざっくりですけどモデルによってねちょっといろいろ細かい違いはあるんですけど、どうやって選ぶかというと概要欄に貼ってあるウクレレのね詳しくはこちらみたいな、ホームページのトップページのこのバナーなんです。ここに行ってもらうとそのモデル、例えばガズモデルだったりブラックビューティーをクリックすると選ぶこうプルダウンの設定で選んでいくみたいなのがありますんでね、はい、そんな風になってます。あとねセミオーダー G オーダーっていうセミオーダーがあるんですけど、こっちはですねかなり自由度高く選べるようになってます。そして私分かんないなとかどういうのがあるんだろう、分かんないっていう風に思う方、スタッフがですね相談に乗りますんで、お気軽にですね、お問い合わせください、どんなお問い合わせプレイスタイルとか相談してスタッフが皆さんに助言をすることができると思いますんで、まあまあ知らないね、選べるって言ってもどんなのか分かんないって方もいらっしゃると思いますから、お気軽に相談していただければというふうに思います。 G オーダーはですねもう本当ものすごい可能性があります。色ももう何十種類からも選べるようになってますからね。はい、そういうことがですね、まあ、さっきも言ったようにガズレレ
公式ホームページのこの辺のところにずらっと並んでますんで、ちょっと一回よく見てもらってですね、ガズレレ G ラブのウクレレのことをちょっと知ってもらうと嬉しいかなというふうに思います。はい、そんな感じで選べる喜びがあるのがね、この G ラブウクレレの素晴らしいところで、でも一個だけよー、間違いないウクレレですから、もう最強最強最高のウクレレ、音がもう弾きやすさ、弦高の低さと、このプレイビリティの高さですね、めちゃめちゃいいです。一回弾いていただいた方はこのね良さをもう分かっていただけたと思うんですけど、これ薄いんですよ、この薄さなのにこの鳴り、もちろん普通のレギュラーサイズのウクレレだったら、まあ、さらにふっくらした音が鳴るとか、まあ、いつもですねガズレレ YouTube のレッスン動画でこのとろけるようなサウンドを、弾いていただけてると思うんですけども、本当にねいい音です、よくなります。そして育てていき、いくウクレレなんですよ。ジーンズとかレザーみたいに使えば使うほどその人の色に染まっていって、やっと買った時よりもどんどん良くなってくるんですよ。いろんなこと、音も良くなってくるし、雰囲気も丸くなってきて、とろみが出てきて、なんかこうやっぱりね優しみが出てくるっていうか、そんなハンドメイドウクレレです。これ本当に一本ずつ手が凝ってる、もうすごいんですから、ぜひ皆さんねこれチェックしてもらいたいです。